フィリピンのチケット、セブパシフィックはどうですかっていう感じですね。まあ、どこでチケット取ったらいいのかっていうご相談だと思うんですけども、まあ、移住とか2拠点生活を前提している方ですね。あと、エアアジアはどうですか、JAL、ANA、まあ、フィリピン航空はどうですかって感じなんですけども、まあ、JAL、ANA、フィリピン航空は、いわゆるレガシーキャリアっていう形で、LCC ではないんですよね。格安航空会社ではないんですけども、まあ、フィリピン航空は取りやすかったりしますね。あと、東京だと羽田から出てたりするのがフィリピン航空なので、まあ、結構疲れたりするのかなと。あと、まあ、ただ、結構 CA がサボってたりとか、態度の悪いのもいるので、あんまりどうかなと思いますね。まあ、セブパシフィックが一番安くて選びやすいかなとは思います。まあ、時期によってセールやってたり、まあ、コロナの直後だとまだ安くはなってないんですけども、もうちょっと下がってくるかなと思います。長期投資アクティブファンド、